ふたりパパ。シーナ。皆さんこんにちは、ふたりパパのみっつんです。今日は大好評企画、僕らの夕食1週間ということで、今回はなんと和風縛りのラインナップ。スウェーデン在住子持ち国際ゲイカップルが作る現地のものを使った和風献立とは。日曜から土曜まで今回もあなたが気になったメニューをコメント欄に残していってくださいね。人気が高かったメニューはレシピ動画にして改めてご紹介します。ということで参りましょう。ふたりパパの人気投票、スウェーデンなのに和風すぎる1週間の食卓。まずは日曜日、炭火焼きおろしハンバーグです。ということで始まって1週間の献立ですが、今回は和食縛りで1週間やってみようと計画したので、これはあの普段の献立じゃないということを先にお知らせしておきます。まあ普段の感じはね、前回の1週間の献立を見ていただければと思っています。まあ、とはいえ今回もあなたの気になるメニューをコメント欄で教えてくださいね。コメントの多かったものから改めてレシピ動画にしたいと思います。さあ前置きはさておき、まずはお味噌汁を作っていきます。うちでよく使う具材は大根と人参、どちらも息子くんが好きな具です。剥いた皮は適度な長さに合わせてカットしておき、後で使います。味噌汁用の根菜は標識切りにすることが多いですね。そして出汁はかやのやの出汁パック、お土産でよくいただいたりするんです。そして根菜系はこの出汁パックとともに水から煮ていきます。そして次に水にさらして水切りしたナスをソテーすると、外に出てきた蜜パッパ。何をするかというと、まあ毎日の献立でこんなことはしませんが、こうやって日曜日とかだとちょっと凝った料理がしたいなと思う時ありますよね。まあ今日のハンバーグは炭火で焼くことにしました。ちっちゃいこの七輪っぽいバーベキュー用のバケツに炭で火を起こしておきます。炭火の準備ができる間にハンバーグの種を作っておきましょう。まず合いびき肉に塩コショウと味噌を入れ、粘りが出るまでしっかり混ぜます。そこに炒めて冷ましておいた玉ねぎと牛乳に浸したパン粉と卵を入れてさらに混ぜていきます。すると息子くんがやってきて、マムスパパ、なに僕くん、マムスパパ、なんでこんなハンバーグやらにしてるの。だからそういうハンバーグやらはパパパパどうしてたの。え、ラー入ってるの。大丈夫、レイクの味しないから。食べたらすごい美味しいよ。普段はね、薄っぺらい冷凍のハンバーガー用のものを使うことが圧倒的に多いので、まあ、見慣れないものをこう食べたくないらしいんですが、まあ、食べてくれるでしょうかとか考えながら成形をします。OK。Hang on. ハンバーグ、大きいのがパパたちのやつで、小さいのは息子くん用。そうそう、この右のブロッコリーなんですけど、味噌汁の味噌を入れる前の鍋に入れて茹だったらブロッコリーだけ引き上げました。他に鍋使うのめんどくさいからね。そして炭火の用意ができたようなので、ハンバーグを焼いていきます。これ焼いた日も気温はもう5度ぐらいで、上側が冷たくなっちゃうのでアルミホイルかけました。そしてそれを焼いてる間に雑穀米が炊けたので、いつも通り半切りに移しておきます。この 5.5 合を炊いたご飯は余った分は小分けして冷凍、毎日少しずつ食べていきます。そしてハンバーグはというと、おお、いい感じ。ということで盛り付けると炭火焼きおろしハンバーグ定食の完成です。そして撮影の初日から息子くんが見せ場を作ってくれました。ようやく。
やべえ、髪の毛ボソボソだった。壊れた。そうやって遊んでるからだよ。もうそれは直せないよ、お箸。なんで？割れちゃったから。だからお箸とか食べ物、食べるもので遊んじゃダメって言うでしょ、いつも。本当？本当。じゃあもう今ミッキーのお箸しかないね。はい、ちょっと持って、いただきます。いただきます。ねじめてよ。うん。どうやくだよ。今日はおろし。ハンバーグ。ハンバーグとハンバーグは何でしょう？難しい質問だね。どぶこでハンバーグ。和風ハンバーガー。うん。すっごい日本のハンバーガー。あ、すっごい中まで綺麗に火通ってた。やっぱり炭火だといいね。炭火だとすごい中まで。めっちゃ美味しい。何も入ってない。本当？うん。うん。炭火の力ってすごいね。これ切ってあげようか。ねえ、切ってあげようか。ね、二つのファスト食べて。なんで？私できない。でもさ、やらないとできない、ね、でも できないよ、うん、でもリカパパも最初からできた？できなかった。できないよ。別にパパ最初からできた？うん、できなかった。うん、あ、しそうだった。パパでも落ちなかったね。茎は大好き。はい、ごちそうさまでした。ということで、美味しくいただきました。月曜日、マリネ豆腐の唐揚げ。まずは昨日のナスの残り半分があったので、切れ目を入れて水にさらしておきます。そしてブロッコリー。息子くん、ブロッコリーは茎が好きなので、硬い皮を剥いて房の部分もちょうどいい大きさにしておきます。そしてこれが今日使うお豆腐。木綿豆腐よりもちょっと硬くてぎっしりした感じで、こう醤油とかバジルとかが練り込まれた、スウェーデンではポピュラーな味付きのマリネラード豆腐と呼ばれているものです。これを手でちょうどいい大きさにちぎっておきます。そして水切りしたナスや豆腐は片栗粉をまぶしておき、油で揚げていきます。ブロッコリーは多分また温め直してる味噌汁で茹でてますね、これ。ということで、豆腐の唐揚げ定食完成です。あ、そうだ、忘れてた。ちなみにこの右下のやつ、実は前日に作っておいたもので、野菜の皮の塩きんぴら、ポリポリの食感で美味しいんですが、味も濃いめに作っておいて何日にもわたり小鉢として使われます。そしてこの日はリカパッパは仕事の会食で遅くなるとのこと。今日は息子くんと2人でご飯です。暑いかな。ちょっと熱いかもよ、それは。その唐揚げ、ちょっと食べてみ。おいしい。まあ、醤油つけたらもうちょっとおいしいかな。どう？ダメですか？前は美味しく食べてたじゃん。うん、取れたじゃん。押した。でもまだあるよ、今のうちに。そう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 、なんかできるじゃん、また。うん、できない。できた。No。 あ、そうだ、できたけど。もうできたけど、できないよ、トンド。できたけど、お口に。ほら、できた。でも、ちゃんと豆腐も全部食べたし、野菜も全部食べた。はい、ごちそうさまでした。でも、うん、今はあなたの番。そうだね、今日は見つかったからね。火曜日、名古屋の手羽先長ね。これデラウマだで、これ本当よう見とったって。朝冷凍庫から出して解凍しとった手羽先なんだけど、こう出てきた水分捨ててまって、その袋のままもう塩コショウかけたるんだわ。で、あと片栗粉ね、もうここでかけたりゃええわ。
で、こう味噌汁の準備、まあ本当はね赤味噌がいいんだけど、まあこっちにないでかんわな。なんでこの日の具材は白菜と玉ねぎだけど、あ、忘れとった、あのこれ昨日も使った油をこしとったやつね。この揚げ物するとこう油こしてこう毎回使いたいものもんで、こう2日連続になること多いわな。でチンゲン菜も冷蔵庫にあったもんで、こう付け合わせにしたるとこで、こっからが本番だわ。もう今回ね2度揚げするもんだで、こう1回目は低めの温度でこうじっくり揚げとる間に、まあ横でちょちょっとこうチンゲン菜もさっと炒めたって、まあ空いたフライパンでこの手羽先用のタレをちょっと煮詰めたるわ。これいちいち洗うの難儀だもん。まあそれで2回目はこう高めの温度でカリッと揚げなかんのだけど、まあ、ここちょっと大事だで、ちょよう覚えといてね。でそんで揚がった手羽先はこうタレをしっかりつけて、こうたっぷりの白ごまと多めの白胡椒をかけて、まあほとんど完成だなこれ。まあでもあの息子くん用はノーごまノー胡椒ね。こうもうあとねご飯かすのめんどくさかったもんで、こう日曜に炊いておいた冷凍ご飯もうチンだわチンね。まあということでこう名古屋の手羽先完成。タレつけてもサクサクだね。タレをつける？うん、名古屋の手羽先風だから。いやこれうまいね。このさチキンをさバッファローウィングみたいにすごい辛くもできるんだけどさ、うん、俺結構これはやっぱり名古屋風のが好きなの。ひとひとだけできてんじゃん。昨日もこれでできないってずっと言ってたんだけど、でもできてるの実は。うん、でもひとひとだけ、ちょっとだけね。うん、でも三つパパだってもちょっとだけだ。ほらでも大きいじゃんそれめちゃくちゃもう一個食べる？いいよ。たっぷり。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。水曜日、和風ツナパスタ。このメニュー超簡単でちょっと思い出の品なんですけど、あの僕の13歳離れた姉が新婚当初に作ってたレシピで、僕が家に遊びに行った時に作ってくれたものなんですね。こう中学多分1年生ぐらいだったと思うんですけど、そんな僕がこの和風パスタというのを覚えたメニューなんです。ニンニクと玉ねぎをオリーブオイル、まあ普通のオイルでもいいですけどね、で炒めてツナを投入したら、茹でたパスタを軽く一緒に炒めておしまい、それだけで。味付けはというと、いただきます。これは醤油かけてください自分でほとんど味付いてないから。そしてパスタだと野菜が少なくなるのでサラダも作りました。白菜、きゅうり、人参、トマトを切って白エンドウと混ぜて、ニンニクとオリーブオイルとレモンを入れました。本当はねここにシソを入れたいとこなんですけど、さすがに手に入らないのでイタリアンパセリを入れました。そして和風パスタに合うようにちょっとだけ味噌を隠し味にしています。熱っ。昨日の残りもんだけど、うん、うん、お醤油かけるパスタ。まだだよ最後。あとパスタもっと欲しい。本当に食べる？うん、オッケー。さあ、とても食べました。いいよ、じゃあ届いてあげるよ。
はい、まだ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 ちゃんとごっくんしてから、あとソッパーはちょっとだだ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 ソッパー、じゃあごちそうさましょうか、手を合わせて、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした。あ、これってミンチです。これミンチ？オッケー、お願いします。はい、ありがとう。でも、これ見せよう、片手。木曜日、かぼちゃの甘じょっぱ焼きと湯豆腐のごまくるみだれ。この日も汁物から仕込んでます。この日は白菜、玉ねぎ、人参、椎茸をけんちん汁っぽくごま油でさっと炒めてからお湯で煮て、醤油で味を整えた野菜汁。野菜を多めにすると野菜からの旨味も出るし、野菜もたくさん食べれるしと一石二鳥です。そしてかぼちゃは種を取ってスライス、その間に湯豆腐の準備もします。この豆腐は日本の絹ごし豆腐に近いんですが、この日は簡単に日本のごまだれをかけようと思っていたんですが、もう残りが少なすぎたので家にあったくるみを刻んで混ぜてかさ増し作戦を取りました。そして豆腐を熱湯にぶっ込んでおいて、かぼちゃをちょっと多めの油でじっくり揚げ焼きしていきます。あ、ちなみにこの油、こした油でもう3回目です。いつも僕はね、コーヒーフィルターを使ってこしてます。かぼちゃに火が通ったら油を他の容器に移して、そのフライパンでタレを作ります。僕が住んでいるところではちょっとみりんが手に入りにくいので、甘みをメープルシロップでつけることが多いです。こう軽く煮詰めたタレにかぼちゃをくぐらせて、かぼちゃの甘じょっぱ焼きと湯豆腐のごまくるみだれの完成です。ちなみにこの献立、まあ、息子くんはきっと食べないだろうな、好きじゃないだろうなっていうのが分かってたので、日曜日に焼いてこう冷凍しておいたハンバーグを解凍して息子くんには出してます。あ、それは豆腐、うん、ごまどれとくるみを混ぜてるやつ。あとこれネギはスープの中で、このくるみの出汁じゃない、ドレッシング美味しい。うん、かぼちゃすっごい日本のっぽいなと思って買って、でもいつも結構買ってもスコッシュみたいな感じの水っぽいやつが多いから、これは本当に日本のかぼちゃ。これ海外あるあるなのかもしれないんですけど、一見普通の日本のかぼちゃっぽいやつでも買って食べてみると水っぽくて日本のかぼちゃとちょっと違うなっていうのによく当たるんですよね。これは本当に日本のかぼちゃって、なんだっけな、なんかあった、デリカプンパって書いてあった。ということで、この日も美味しくいただきました。金曜日、エビあんかけそば。今週は揚げ物が続いたこともあり、ここらでシンプルなものをとリカパッパの申し出があり、この日はおそばにしました。前日に多めに作っておいた野菜汁をリメイクします。冷凍庫にあったエビを軽く解凍して殻を剥き、昨日の野菜汁を温めてそこで軽く火を通したら、固くならないように一度鍋から上げて、このふつふつさせた野菜汁に溶き卵を入れます。これ今ザルでこしながら入れているのは、卵とじがこうふわふわになるって聞いたからなんですね。で、実際ほんとふわふわになりました。同時に茹でておいたそばを揚げ、一度水にさらし、ぬめりを取って、さっきの野菜汁に水溶き片栗粉でとろみをつけておきます。そしてそばをもう一度熱湯にくぐらせて温めると、こう一度鍋から揚げたエビちゃんも野菜汁と再会。そしておそばと一緒に器に盛ると、エビのあんかけそばの完成です。いただきます。いきます。本当だね。今日ダギさん作ったんだね。これ言って。やるってレポートです。あっか。わあ。そうだね。わあ。おお、びっくりした。あんかけ。よびきり、よびきりってみんなさ。あんかけそば。
です、パパ。何？でも僕は食べてる。もっと欲しいなんだよ。もっと欲しい？本当？すごい食べる。ねえ、これ忘れてたよ。思い出して、かぼちゃがあったよ。全部ではない。あ、今だ。はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そして土曜日なんですが、ミートソーススパゲッティです。この日はちょっとイレギュラーで和風からはちょっと離れてしまうんですが、まあ、日本でもよく食べられているものなのでちょっとお許しください。実はこの日ですね、急遽北極圏の中にあるひいおばあちゃんのうちの恒例ペレット運びに行くことになりました。なのでこう息子くんのファルモルも一緒にやってきて、ヘラジカのミートソーススパゲッティを作ってくれました。ふたりパパチャンネルではおなじみのヘラジカの肉、脂身が少なくてとてもさっぱり食べられます。ということで今回は和風縛りの1週間の食卓、いかがだったでしょうか。このレシピ知りたいというものがありましたら、ぜひコメント欄にお寄せください。人気の高かったものをレシピ動画にしていけたらと思っています。そして高評価ボタンもぜひ押していただき、チャンネル登録でぜひ2人パパ家の応援をお願いします。本当に励みになります。それでは今日はこの辺で、また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしております。ごきげんよう。ヘイドー。